さあ皆さん始まりました。今日の日付2月の1日15時57分なんだけど、今日日経平均小幅高、一旦ね上がったんだけどそこから押されたの。もうこれは前から言っている過熱感ですね。それが影響しているのと、重要イベントが控えているというところ、あと個別銘柄で一番注目されている売買高ランキングトップのレーザーテック、これ今日暴落です。 14% 大きく値を下げてます。ここあたりも全体のムードを悪くさせたと思うんですよ。なのでそこあたりも踏まえて、今の現状、日本株と米国株がどういった動きをしているのか、米国株もちょっとねアラートが鳴ってる、サインが出てるので、そこあたりの解説もねしていきたいと思います。で、僕に関して言うと、一応2013年から7年間証券会社に勤めていて、最終本店まで行ってます。で、社長賞もねボーナス狙って連続で取ったり、準 MVP も取ったりとかして、しっかりと実務経験積んできてるんですけど、まあそこあたり踏まえてこれからの話参考にしてほしいし、あと夜ライブ配信やってます、いつも。でね、最高同説人数1万人超えとか結構盛り上がってるので、よかったら22時ねライブやってるんで遊びに来てもらえると嬉しいです。というわけで、まずはいつも通り日本株の分析からやっていきましょう。まずね日経平均の冷やしチャートの分析、はい、そこからしていくんですけども、今日重たかった2月第1発目の取引ですよ。一旦上がったんですよ。27,500 円ぐらいまで。で、そこから押されて最終 27,346 円。で、日経平均の、まあ、理論値とかね、目先にあるので、まあ、そこが意識されてる状況。はい。これ PR の13倍の時の日経平均の理論値ですね。で、今 PR12 倍の日経平均の理論値。まあ、だいたい 25,500 円と 27,600 円、5、600円ぐらいの間のレンジで動いてるんだけど、この2つのラインが抵抗ラインとして意識されてます。下がったらここで反転。上がったらここで一旦頭を抑えられる。まあ、そういった状況になってるんですよ。で、窓。空間を2つ上げている中で、ストキャスティックスは加熱気味のラインタッチしてるし、RSI に関しては、上値抵抗ラインをね、まだね、抜けてはいるんですよね。もし、ここのラインをまた下回るような動きになってくると、ちょっと問題。で、MACD の青のラインの傾斜は、鋭角に切り上がってるところから、若干ね、傾斜緩やかになってきてる。で、ポイントになってくるのが、前から言っている8月高値期日が今月来ること。そこですよね。はい。8月日経平均高値。まあ、だいたい2万9000円取りました。そこから半年後。2月の17日。どうなるのっていうところなんですけど、売りが出やすいです。てか、売りの需要が一旦で、一律に出ます。ある程度。信用取引で買った人。高値で買った人、半年後に必ず売らないといけないです。高値から半年後が2月の17日。ということは、ここの期日に向かって高いところで買ったやつは必ず売らないといけないんだから、買ったものは売らないといけないし、売ったものは買い戻さないといけない。で、今、マーケット全体の需給は悪いので、その需要が一定数確実に入ってくるんですよ。そこに向かって押してくるかどうかが日本株、ちょっと重たくなってる要因になってるのかなって思います。で、その後ね、想定してる軌道は、配当取り、3月末に向かって高配当利回り銘柄が、まあ、盛り上がってくる。いつも通りの流れになって、4月の8日。はい。日銀の黒田さん、就任、解除ですね。新しい人に、まあ、バトンタッチするタイミング。そこで、またね、やっぱその為替であったり、金利のところが影響して、思惑的な、まあ、円高で株安っていうところに行く可能性。日銀のね、やっぱし、金融緩和修正、また、意識されがちになりますからね。される可能性が高いので、そこに向かって下がって、で、5月に向かって、まあ、いい動きしてった段階で、セルイン銘。株は5月に売り抜けろ。はい。この本当の意味は、株を5月に売って、債券への運用に切り替えた場合、年間収支、パフォーマンスが上がるよっていう相場格言が、セルイン銘です。株から債券への運用シフトですね。で、今やっぱしアメリカの金利とか高いという状況の中で債券買い活発になってるわけじゃないですか。年金とかが最近買ってないのはそれが原因ですよ。年末ね、やっぱその株のウェイト下がって債券へのシフト、ポートフォリオの見直しってとこで、日経平均、まあ、株ね、売られてたんですよね。GPIF 年金基金は日本株を下がってる段階で全く買ってないです。で、そのデータをちょっと確認するんだけども、もうこれがね、ちょっと目先意識されてるとこっすよね。うん。Excel のファイルを今開きます。これですね。はい。1月の20日のデータまでしか出てないんですけど、GPIF 経由の買いは信託銀行経由から入ってくるんですよ。全くと言っていいほど11月から買ってないんですね。どっちかっていうと売り越し。日経平均がめちゃめちゃ安い時も売ってるんですよ、GPIF は。
いつもだったら買ってるのに安いところは買ってないんですよ。日本株を。ここがやっぱりその買い手不在っていうところなのかなっていうところですね。で、最大の買い手はまあ個人ですよ。ここで買ってる。まああの、高値掴みしちゃった人たちが多いってところですよね。で、海外投資家は直近買ってきてる。で、明日ね、最新のデータ出てくるんだけれども、海外勢が買ってきてるかどうかですよね。あともう証券事故もね、もうここも売り越しですからね、ずっとね。ちょっとスライドしてますけど。はい。ちょっとね、あの、そこあたりが今までとその違う、例年と違うパターンなのかなーって感じがします。はい。まあ、とにもかくにも、ね、重要イベント FOMC、まあ今始まってきていて、パウエルさんの発言であったりとか、ガーファムの決算とか控えてる中で、やっぱしね、その、意識されやすいですよね。で、アメリカ株が上がってたのに、今日日本株は下がってるの。はい。そこもね、やっぱその、パフォーマンスの違い結構出てたのかなと思います。じゃあ、日経平均に関わるデータをもうちょっとね、見てみきたいと思うんだけど、やっぱし日本株が上がってない要因って、ここはでかいと思うんですよね。騰落レシオ。はい。25日が今127です。最新のデータ、今日のデータで。で、15日、10日もまだ加熱気味で、6日の短期の分に関しては加熱感はもう修正されたんだけども、一旦。ただ25日がまだ加熱気味の120を超えてる段階で、この加熱の修正が行われている。米国株は上がってるけど、日本株のパフォーマンスが下がっちゃってる。あとは、こっちのデータもそうだよね。日経平均の理論値。まあ、どうなってくるのか問題ですよ。昨日の時点で2139、まあ、40円ぐらいまで上がってて、日経平均の理論値は若干上がってます。これですね。はい。計算式は上に書いてる通り、PR こことの EPS、これで日経平均の理論値は出てきます。PR11 倍、12倍、13倍の数値ですね。で、ここなんですよ。25,679 円から27,819円内の、レンジ内での動きを日経平均は今日している。今のところね。そこを、一つポイントとして押さえておいてほしい。で、今後のその決算、まあどんどん出てきてますよ。主力銘柄も出てきてるし、まあ今後ね、東京エレクトロンであったりとかソフトバンクグループ、まあこの二つがウェイト高いから、そこの決算次第でどうなるか変わるんだけど、一株当たり利益がさらに下がってくるかどうかってところは、ちょっと注意ですね。はい、一株当たり利益が。要はさっき EPS が2140円ぐらいって言ったじゃないですか。ここはですね、これがさらに下がってくると当たり前なんですけど、この理論値も下がるんですよ。そうなってくると日本株下落の要因になってしまうので、そこは一つポイントとして押さえておかなければいけない。想定為替レートが平均135円というところもネックになってますから、今為替130円ぐらいだけど5円ビハインドですからね。中には140円オーバーの想定為替を想定していた企業ある。そういうところはやっぱり業績発表を警戒せざるを得ないのかなっていう状況、それは変わらないです。じゃあ今日の日経平均の上下に寄与した銘柄群、これどこだったのか確認しましょう。1位東京エレクトロンです。はい。 2% 上がって日経平均32円押し上げてる。2位アドバンテスト、決算後ですよね。良かったので、中身もまあ利益とか利益率もそんなに変わってないし、成長率も2桁% 超えてたわけじゃないですか。素直に株高で反応して 4% 上がった。で、ソフトバンクグループ、リクルート、 TDK、まあ、ここあたりが上がってるんですよ。で、逆に、下落寄与のトップは、ファーストリテイリング。日経平均に最も寄与している銘柄が 0.55% 下がって、その下にセイコーエプソン、TOTO、ホーヤー、味の素、ここあたりは下落寄与トップ5ですね。で、TOTO と味の素に関しても、決算、あんまりいまいちだったんで、下がってる。今、皆さん、業績相場です。金融相場ではないです。業績相場です。金融緩和なんて、今、日本株は行っているんだけれども、もうそれが終了するような流れになってきてるわけじゃないですか。で、海外全体は今も、金融相場ではないですよね。そういった中で、その、全体的に上がっていくっていうよりも、各個別企業の業績によって、もう素直に上げ下げしてくるような相場になってるのかなって思います。はい。で、とりあえずね、この上下の寄与度、銘柄群覚えておいてほしいんだけど、じゃあここから個別銘柄の動きどうやったのかってところを追っていきたいと思うんですよ。これいつもの順番ですね。この分析の順番大事なんだけど、東京エレクトロン、はい、決算前 2% 上昇ですね。ただしまだ200日ラインを超えきれていない。はい、決算まで間もないので、そこまで上がったとしてもここの高値ラインを抜けてくるっていう状況にはならないと思うんですよ。で、今日決算発表後、アドバンテストは素直に上昇、まあ、4% 上がって、あとリクルート 2.78% 上昇ですね。で、ここに関しては水色のラインが
引いてあるんだけど、高値からの半年休日なんですよ。8月吸った金で、2月の半ばぐらいに、期日通過するんですね、信用の。この高値で買った人は、半年後に必ず売らないといけないので、そこの需要をこなすっていうところもひっくるめてやるし、動いてくるとするなら決算後かなって感じですね。まあ、ちょっとその前哨戦で少し上がってるけど、はい。まあ、そんな形、あとはその TDK とかも、パッとしない決算でも、まあ、上がった、一旦。まあ、行ってこいでしたけどね。で、とうとう 8% 急落。これ、決算後の動きですよね。で、一番影響があったのは、冒頭部分で言ったレーザーテック。大暴落ですよ、14%。引き安値ですよ、売り圧力が。ガンガン溜まってる。で、この銘柄に関しては、もうここあたりでトレードしてる人たちだったらわかると思うんだけど、板がめちゃめちゃ重かったじゃないですか。板が。アンダーとオーバーありますよね、板のね。はい。アンダーが少なくて、オーバーがやっぱし圧倒的に多いような、要は地合いが高いところで続いてた。要は、売りたい、決算前に売りたいっていうふうに思ってた人が多かったんですよね。で、昨日、サムスンの決算の中身が発表されてる中で、大幅な下方修正が入ってきたんですよ。まあ、スマホ需要低迷っていうところによってね。うん、とか、いろいろと PC 事業とか。そこの決算を見て、レーザーテックの決算プレイは、あ、ちょっとこれないなっていうところは、分かってた人は結構、リスク高いかもしれないなっていうふうに思ってた人は多いかもしれない。特にやっぱしレーザーテックって、あるね、ものに対して世界の売上高割合っていうか、視野がめちゃめちゃ高い銘柄じゃないですか。サムスンの決算はね、一つね、やっぱその、警戒すべきところだったと思いますよ。これただツイッターの方で僕、サムスンの決算が出てからすぐにツイートしていて、してたんですよね。うん。で、それ見て、あ、ちょっとどうだろうって思ってて、レーザーテックがやっぱし悪いの出てきてて、ただ昨晩の夜の PTS は 5% 安、まあ 5% 下がってるだけだったんだけど、売りが売りを呼ぶ展開。で、窓埋め全部してきた感じですよね。ここの窓埋めまで一旦下がって引き安値、ね。皆さん、急落は3日までです。翌日すぐに反転上昇してくる確率はあるんだけども、僕の期待、経験則から言うとそれって3割、4割ぐらいしかないです。50% もないです。翌日、要は暴落して翌日すぐに上がる銘柄って3割、4割ぐらいしかないんですよ。どっちかっていうと、3日、4日連続、2日、3日ね、連続で下がってくるパターンが多くて、3日目、4日目に短期的な自立反発が入りやすいんですよね。だから、今、レーザーテックはそういった状況。で、引き安値だったっていうところもひっくるめて、やっぱし売り圧力が最終、まあ、最後まで強かったっていう状態だったんだったら、まあ、今日安易に買いの手を入れるのは難しいかなと、やっても打診。だけども、決算後に下がってるんやったら、ちょっと慎重にやるべきなのかなっていう。まあ、そういった判断ですね。急落は3日までです。で、下値のこのラインも割ってきてて、このラインですね。この下に抵抗ラインも割ってきてて、で、RSI の下に抵抗ラインも割ってきたんですよ。これ昨日ね、引いてたんですけど、なんか消えるんですよね。このラインも割ってるんですよ。昨日ね、動画の中で、夕方のこの配信の中とか、夜のライブで話したのは、この三角持ち合いですね。ここの下までは行く可能性あるよねっていうふうに話したんですよ。もうとんでもない。もうここも、ここまで下がって、さらに下突っ込んできましたね、今日ね。まあまあまあ予想通りの下げだった。予想以上の下げだったかなって感じがする。RSI のここのね、下に抵抗ラインまで下がって一旦止まるかなと思ったら、一気に下行きましたからね。で、やっぱし、これが、マーケット全体の足かせになりますよね。なんでかっていうと、売買高ランキングトップですよ。みんなやってるんですよ。かなり多くの人が売買やってるんですよ。信用でもガチャガチャやられてるような銘柄だった。その決算がしくって下がったんだったら間違ってね。含み損抱えてる人も比例して多いわけじゃないですか。じゃあそれどうするかっていうと、投げた人、損失出ちゃった。じゃあその損失補填のために、他の利益出てる銘柄売っとこうっていう考え方が一部なるじゃないですか。そういったところも、やっぱしその日経平均の、なんだろう、上がったところからの下落っていうところに響いちゃったのかなって感じはします。売買高ランキングトップですからね、これ、レーザーテック。最もやられてる銘柄がこんだけしくったら、それだけ含み損抱えた、まあ、損失を被った人はめちゃめちゃ多いです。
そしたら、損失補填のために売るっていうね、考え方に行ってもおかしくないと思うんですよ。で、ストキャスティックス、ちなみにこれまだ売られ付きの水準まで下がってないので、そういったところもね、やっぱし、まだまだなのかなって感じはします。はい。まあ、詳しくはまた夜のライブとかでね、話したりもするんだけど、とりあえず個別銘柄はそんな感じで動いていた。レーザーテック、これ下がったの結構でかかったです。今日の日経平均の行ってこいっていうところに、ある程度影響を及ぼしてたんじゃないかなと思う。で、今日やっぱしね、ニューヨークダウであったりとか、S&P500 上がってるじゃないですか。ここのね、詳しい分析後ほどするんですけど、なのに今日日経平均は20円しか上がってないよ。じゃあ、ここで見なくちゃいけないのが何なのか。まずは、ドル円の動き見ましょう。ドル円ね。ドル円は130円台なんですよ。これ、前言った通り、少し逆ダイバージェンス効果出てきてるので、少しね、上がってきそうな感じするんですよね。目先はね、少し円安方向に行きやすい。要は RSI の下値抵抗ライン切り上がってます。MACD の下値抵抗ラインも若干切り上がってます。こうね。ストキャスティックスグッて上がってきた。日足の下値抵抗ライン切り下がってる。このパターンが出てると目先一旦こうプッシュアップしやすい。で、130円台まで戻ってて、5日と25日のゴールデンクロス形成の確率がちょっと高まってる。そういった状況です。海外投資家にとってはどうなのか。ドル建ての日経平均。横横です。はい。日柄、バンドオーク中に日柄調整が入ってるんで、これでパラボリック MACD が下落トレンドを形成すると、ボリバーの中央線25日まで押しやすい。で、もうさらにここから円安に行っちゃうと、ちょっとやっぱその問題だと思うんですよね。海外投資家にとってはこのドル建ての日経平均。これ日経平均割ることのドル円なんで、分母がドル円なんですよ。円安になればなるほど、このドルベースと日経平均の下落圧力になっちゃう。そういうところもひっくるめて、ちょっとその、下押し圧力が入りやすい試合になってるのかもしれない。はい。そこあたりもひっくるめて見なければいけないのが NS 倍率。これ下がってきてる。これは何なのかっていうと、日経平均割ることの S&P500 です。上昇すると日経より、日本株より、下落すると S&P500 より、米国株よりなんですよ。これ下がってるんですよ。一旦下がったところから上がったんだけど、今日下がってるんですよ。昨日も下がってるんだけど、ということは今、米国株から日本株の動きが、まあ、ここですね、1月の24日ぐらいまで、まあ、入ったんだけども、200日ライン、このピンクのラインを上値の抵抗ラインとして、また下がってきてる。で、50日と200日がデッドクロス食うのタイミングで下向き方向に入っているので、動き方から言うと、日本株よりも米国株優位の動きが出たんですね。ここが日本株と米国株のパフォーマンスの違いに現れている。顕著にね。はい。ここめっちゃ重要です。日本株と米国株。米国株こんだけ上がってんのに、日本株全く上がってない。アンダーパフォームしてる。それはすべてここのチャートを見ることによって、視覚的に判断できます。テクニカルの分析もできます。いろんなその、投資の戦略の幅が広がるんですよ。それだけ重要な倍率がこの NS 倍率なんで、あ、ちなみにこれ僕が自分でオリジナルで、作りました。他の人もなんかやってるみたいだけどね。他の YouTuber も。なんか夜のライブで、ね、視聴者さんから他の人も使ってたよっていうことを聞いてたりしてますから、よかったら参考にしててもらえると嬉しいです。視覚的にテクニカルも使えて判断できるっていうのはめっちゃでかいので。はい。これはかなり有用なテクニカルだと思ってます。で、トピックス。ここも 0.15% 下落。ここ下がってるんですよ。肉形成後に下落、バンドオーク日柄調整ですね。で、パラボリック MACD が下落トレンドを形成すると、一旦ボリバーの中央線25日までの軌道修正が起こりやすいよう、じゃあマザーズは 0.93% 上昇。はい。ここは上がってます。なんでなのか。短期売買です。昨日も言いました。重要イベントが目先いっぱいある中で、大型の株になかなか投資しづらい。という中、中小型株は時価総額もちっちゃいし、やっぱし、値動きあるわけじゃないですか。短期勢はどっちを選択するかっていうと、中小型株を選びますよね。目先重要イベント控えてるから持ち越しも難しい短期で勝負だな。じゃあ大型株値動き少ないから、中小型株をやってもいいんじゃないかと。まあ、そういった要はその、
目先のイベントに向かった取り組みっていうところもあって、日経平均トピックスをアウトパフォームしてマザーズ優勢っていう、まあ、そういった動きになってるのかなと思います。じゃあそこをさらに視覚的に判断しましょう。 NT 倍率これ上がってます。これ日経平均割ることのトピックス、上昇すると日経より下落するとトピックスで、これ上がってきてパラボリックも上昇トレンド形成したんで、目先トピックスよりも日経平均強度の高い銘柄の方が相対的なパフォーマンスは高いよという状況。ただこれは東京エレクトのソフトバンクグループの決算次第でまた下がってくる可能性があるので、で3月に向けてやっぱ時価総額の大きいバリュー株であったり高配当利回り銘柄が物色される傾向にあるというところもひっくるめると、2月の段階でどっかでまた下落に転じる可能性が高いです。そこは抑えておいてほしい。で TM 倍率、これトピックスあることのマザーズ、これ上昇するとトピックスより下落するとマザーズ優位で、今下がったのでトピックスよりもマザーズ優勢。じゃあ NM 倍率はどうなの、これ日経平均あることのマザーズ、上昇すると日経より下落するとマザーズ優位、これ下げたので日経平均よりもマザーズの方が優勢ということは、マザーズが目先の動きとしては一番強くて、次に日経平均トピックスという状況になってる。で、ある段階でトピックス優勢にはなると思う。トピックス日経マザーズなのかマザーズ日経なのかわかんないけど、だいたいそのね、もしトピックス優勢の動きに全体傾いて、まあ後輩と利回り銘柄取りに行くような動きになってくるなら、順番で言うとトピックス日経マザーズっていう形になりやすいかな。まあそこあたりちょっと目先のイベントがあってマザーズは動いてるところもあるよねってところはしっかりと押さえておいてほしい。で、中国マーケット、お隣はどうなの？そこを見ましょう。上海総合指数上がってて、香港ハンセンも昨日下がったんだけど一回切り返した。ただバンドーク日柄調整入ってパラボリック、まあマックリア下落トレンドを形成すると、ボリバーの中央線25日までの軌道修正は起こりやすいっていう、まあ途中での一旦は上げですね。で、深圳総合指数、これも 1.3% 上昇して、まだ上昇方向にバンドを継続中。で、中国マーケットに関しては、まだまだその期待先行感、楽観的な見方が強い可能性があるので、で、全体マーケット、中国が回復したから上がってるっていう側面もあるじゃないですか。中国回復っていうか、回復期待ですね。おそらくね、内部情勢、まあ、経済自体はそこまでまだ改善してませんよ。ただ、やっぱし規制解除したことによって、今後経済が回復するかもしれないっていう期待感から楽観的な買いがバーンって入って、まあ、そこあたりもやっぱしマーケット全体の下支え要因になってる。まあ、上昇要因になってると思うんですよね。だから、ということは、この中国株が崩れてくるとき、そこはちょっと注意しておかないといけない。なんでかっていうと、やっぱしそのコモディティ類もここに連れて上がってるから。はい。コモディティ類も金属ゴールド1927ドルですね、バンドオーク後の動きに一旦なったんですけど、それでもまだ高いところで揉んでいます。で、どう先物、これ 0.45% 下落ですね。バンドオーク日柄調整が入ってパラボリックマック D が下落トレンドを形成すると、ボリバンの中央線25日移動平均線までの軌道修正が入りやすいよ。入ってますよ一旦ね。ちょっとその期待先行感で上がって、そこを受けて鉄鋼株とかもこうガンって上がってるわけですよね。だからもちろんそのね、販売価格とか上げたとか、まあそういうところもあるんだけども、ただしやっぱしここのコモディティ類が上がることによって物価上昇、まあ消費者物価指数の今順調に下落している、消費者物価指数の減速、この鈍化ね、はい、そこの足かせになる可能性も考えないといけない。コモディティが下がったから消費者物価指数も少しずつ下がってたわけですよ。だけども中国経済回復する、中国の需要がバーンって増える、でコモディティ類がまた上昇に転じる、そうなってくると、まあね、消費者物価指数にとってはプラスかマイナスで言ったらネガティブ、マイナスに働くわけじゃないですか。当たり前ですよね。それを皆さんも知ってると思うんですよ。だからそこのやっぱしそのいいところもある反面、悪いところもあるよねっていうところは押さえておいてほしい。で、WTI ゲームも今79ドル。まあ、少し戻してきてるんだけど、下げたところから。一応そういった状況になってますよね、日本株マーケットは。じゃあ、アメリカ株はどうなの？ニューヨークダウ上昇です。まあ、IMF とかね、世界の、成長率を、まあ、0.2 ポイント情報修正して 2.9% でしたっけ？まあ、3% 下回ってるんで、平均値の。あれなんですけど、一応情報修正したりとか、まあ、いろいろとその、アメリカの雇用に対する強い見方かな。まあ、そこあたりも、出てきて、はい、賃金のところに対していい情報も入ってきて、米国株上げましたよ。ニューヨークダウ300何ドルだ70ドル上昇か。この上値抵抗ラインまだ抜けてないけどね。で、 S&P500 も上げて、これまだね、直近高値ライン抜けてないんですけど、そこのここの長期のラインがゴールデンクロスを形成してくるといいことが起こりやすい。
言っときます。200日と50日、25日、距離感近いですよね。ここのまとまったゴールデンクロスが入ると、いいことがその後起こりやすいんですよ。で、ただその、クリアしなくちゃいけない問題が目先いっぱいあって、ガーファム決算はしっかり、FOMC 後、まあ 0.25% が優勢だと思うんですけど、そこから、パウエルさんがどういったね、やっぱその、牽制発言してくるかどうか。ECB のラガルド総裁、まだね、やっぱし利上げ継続するよっていうタカ派的な発言してくるかもわからへん。まだそこあたりはわからないんだけど、そこがイフになってる。その関係で、ビックス指数はゴールデンクロス形成してます、今。上がったところから下がってはいるんですけど、パラボリック下落トレンド形成で、MACD が終わり値ベースで明確にゴールデンクロス形成したんですよ。このクロスが入ったんやったら、目先、要はその、新規のエントリーは一旦、米国株に関してはストップ。今持ってる分で一旦勝負っていうのがいいと思う。下がってくることにも警戒。なんでかっていうと、このビッグ指数の MACD ゴールデンクロスを形成したタイミングで、株式マーケットは大体崩れてるんですよ。ここもそう、ここもそう。はい、ここもそうですよね。過去のその、チャートと見比べておいてほしいし、爆撃戦略、これが3の動画かな、サムネイルのタイトルが爆撃戦略3というタイトルがあるんですけど、その動画見てもらったら一発でわかります。このビックスのマックリーがゴールデンクロスを終わりにベースで組んできてるんやったら、目先警戒感を少し高める。これはルーティーンとしてほしい。はい、下落にちょっと備えましょう。で、もしかするとガーファムであったり FMC が無難に通過すると、まあ上がってくること、さっき S&P500 のチャートが長期のライン同士がゴールデンクロス組みそうになってるって言ったじゃないですか。通常のテクニカルだったら、やっぱしあの後っていいこと起こりやすいし、もう一段なんかする可能性もあるんですよね。ただ、ビックスとマックディゴールデンクロス形成が見えてるんだったら、いつも通りのその期待値のパターンが出てくる可能性があるので、重要イベントは慎重に判断してやってもらった方がいいと思うんですよ。ここはいつも通りです。皆さんにお伝えしてる通りです。ビックスのマックディゴールデンクロス形成後の動きは、あんまりいいことないので、一旦押してもう一回上がるっていうパターンになる可能性もあるし、いろんなパターンあるんだけど、押してくる可能性がちょっと高まってるよっていうのは押さえておいてほしい。外れてほしいけどねすぐにデッドクロス組んでほしいけど、このパターンが出てるんやったら、一旦いつも通りのやつやっててもらった方がいいと思うんですよね。で、ナスダックも上がってる 1.67% 上昇だけども、直近高値超えてるってわけでもないですよね。で、ソックス指数、ここも高値圏内で昨晩 2% 上がったけど、まだ横横の状況なんですよね。横横。揉んでるだけなんですよ。だから極端に上がってるってわけじゃない。で、ラッセル指数は抜けましたよ。中小型株、小型株は。ここも、ここの長期のラインが200日とゴールデンクロス組みそうになってるんで、いいこと起こりそうになってるじゃないですか。いいことが起こりそうなチャートは形成してるんですよ。ただ、イベントが多すぎる。これに尽きる。これに尽きる。もう、それがなかったらねって感じなんだよね。で、これが今がね、金融緩和相場だったら、こういった、なんていうかな、不安定持たなくてよかったんですよ。考えすぎる必要はなかったんだけど、素直にね、上がってくるだろうって考えたらよかったんだけど、やっぱし業績懸念、景気後退懸念が今年意識される中で、そこはね、意識せざるを得ない。で、昨晩のセクター別の騰落率を見るんだけど、一番上がった、まあ、すべてのセクター全部上がってます、とりあえず。一番上がったセクターがマテリアルセクター。はい、2.23% 上がって、あとは一般消費財であったり、不動産、リアルエステート、工業セクター、インフォメーションテクノロジーセクター、全般的に上がってます。上がってない、まあ、上がってるけど、小幅な上昇にとどまったのが、ユーティリティであったり、エネルギーセクター。エネルギーセクターは WTI 原油が直近頭取って下がったところを含めて、ちょっと押しちゃったんですよね。はい。セクターローテーション見ましょう。グロースとバリューの優位性、どっちが強いの？横横です。ちょっと下がってきてるんですよ。これ S&P500 のグロース株指数割ることのバリュー株指数。上昇するとグロース株優位で下落するとバリュー株優位なんだけど、直近頭取ってちょっと下落基調になってるんですよね。で、これが下がってくると、直近グロース株の動きが入っていたところからバリュー株にまた切り替わってローテーションが入ってくる可能性があるので、この下落が入ってくるかどうか、これはすべてガーファム次第です。わからへん。決算まではわからへん。どんな内容が出てくるかわかんないんだけど、先々の見通しが厳しくなるかもしれない。ちょっとサムスンの決算とかも大幅減益でしたからね。ちょっとアップルの決算どうなるかとか不安なとこあるかなと思います。はい。ちょっとそこは警戒しなくちゃいけない。まだね。完璧に楽観視っていうのは今の相場はまだ危険だと思うので、そこのケアはするべきでしょ？するべきかすべきじゃないかといったらするべきなんですよ。ガンガン行こうぜっていう相場じゃないんだから、ちょっと楽観的に見たいところあるけど、
ちょっと踏みとどまって、決算も良し悪し分かれてるんで、昨晩発表された銘柄、キャタピラー、決算後、まあ、急落ですね。3.52% 下落。で、マクドナルドも、まあ、一旦ね、1.29% 下がって、アリババとかも一旦頭取って下がってきてるんですよ。これ中国関連ですね。アリババの決算もう出ますよ。はい。で、台湾セミコンダクターもバンドーク、日柄調整、パラボリック、マック D が下落トレンドを形成すると、一旦ボリバの中央線25日までの軌道修正が入りやすい。窓も開けてますからね、ここね、二つね。はい。で、上がった銘柄逆にどこなのか。ジェネラルモーターズ、決算後休診ですね。はい。確か大幅に利益が伸びた、二桁増益だったかなっていうところで上がってて、まあ、フォードとかも、まあ、連れ高してると。フォードとかもね。で、テスラとかも 3.94% 決算後に上がってって、まあ、これね、予想しててから、上がってから儲かった人いるんですけどね、うちのチャンネルでも。で、アマゾンも、もう決算、2月の2日、明日ですね。アルファベット 1.96% 上がってるけど、横横の調整中。ここは2月の2日決算。はい。アップル 0.9% 上昇。バンドーク日柄調整中です。2月2日決算。明日ですよ。まとめてどんどんどん出るんですよ。どんな決算が出てくるかですよね。ここあたりはね。本当に。で、メタ。1.3% 上昇。これは、明日の朝かな？もう決算出る。200日まで上がってるけど、どういった決算が出てくるか、すっごいポイントになってる。NVIDIA 半導体株、バンドーク日柄調整中。バンドーク日柄調整中です。で、アドバンストマイクロデバイス。はい。これはもう決算発表されてるんですけど、3.73% 上昇という形かな。なので、まあ、米国株はこんな感じ。あとはユーロ。欧州経済横横。ドイツダックスも横横。イギリス FTSE も横横で今調整中。ビットコインは301万ぐらい。とりあえず現状全体のマーケット見たんですけど、日本株はいつも言った戦略通りですね。はい。今、騰落レシオが過熱気味なので、なかなか難しい状況になってて、個別銘柄、特に今日レーザーテックが暴落したのがでかかったっていうところと、あとはその、8月の高値期日数2月来ますんで、信用改ざんも多いんでね。そこあたり、ここの、こういった軌道をね、少し思い浮かべながら、で、修正があったらまた変えるんで、この軌道の調整しますんで、ちょっと抑えておいてほしい。こういった軌道になるかもしれないっていうところをね、なってほしくないんだけど、このままね、こうバーンって上がって、ここあたり2万8000ぐらいまで上がってほしいんだけどね。うん。ここまで。で、そこでちょっとここで、なんていうかな。超楽観的な考え言いますけど、ここまで若干下がって、で、配当月に向かってこう上がって、で、配当落ち後にまた大きくこうぐーって下がっていく。はい。そういったね、軌道になってほしいかなと思うんだけど、まあちょっと楽観論も入ってるので、まあここの、こういった動きをちょっと想定しながらやっててもらいたいかなと。で、米国株に関しても上がってるんですけど、やっぱ10イベントの通過次第になると思うんですよ。で、VIX 指数の MACD がゴールデンクロス形成してるってことは、機関投資がヘッジかけに来てるんで、ヘッジを若干かけに来てるんで、下落に備えて、ポジションを取ってきてる。FOMC、ガーファムの決算残りね。確実に組んできてると思います。で、その反応次第で、またビックスがすぐにデッドクロス組む可能性もあるんだけども、結果が悪かったら、マックにゴールデンクロス形成後の動きで、まあ、ビックス急騰で株式マーケット一旦下に押すっていうパターンが想定されるから、そこ注意。って感じかな。なのでまた動きあったらすぐに YouTube であったり Twitter で情報配信していくので、よかったら最後に僕のチャンネル登録と、あと Twitter のフォローね、しとってもらえると嬉しいです。あとメンバーシップでね、テクニカル分析の勉強会もしてるし、昨日の夜のライブでもね、もう数百万儲けましたって方がもうゴロゴロ出てきたんですけど、かなりもうね、みんな利益取れるような水準まで、理論武装進んできてるので、よかったらそっちの方もね、検討してみてください。儲かってるんやったら、その一部をね、ちょっと勉強に回してみたりとか、自分の投資に。はい。そんな高い金額でもないからね、年間50万、100万とか取ってるわけでもないし、安いプランだったら、500円から入れて、まあ3000円とかね、まあ1ヶ月ですよ。で、もう、なんか見るかしないなと思ったら、翌月からも解約することもできるので、まあそこあたり、まあ試しにね、飲み代1回、ちょっとね、あれだよ、カットして回してみようかなとか、そういった感じでもいいと思います。はい。よろしくお願いします。というわけで、今日も一日お疲れ様でした。夜ライブするかどうかまた告知します。お疲れ様です。